はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。今日はゲストにキャリューさん来てくださいました。キャリューでーす。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、カゼンド VS キャリューということで千丸対決をやっていきたいと思います。センス丸見せてください。はい、いいですね。気合のセンス丸。アイテム何持ってきたんですか？気合のマックスパワードリンク、マネキリ。おー、私も一緒でございます。一緒ですね。これはちょっと面白い試合になりそうだね。で、初期値見せてください。初期値、はい。初期値こちら。あ、初期値ちょっと羨ましいな。初期位置。うん。私に関してはですね、まあ、総力、まあ、肩が35っていう感じで、うんって感じですね。まあ、ここら辺はどうなるかですね。あとはデッキを見せてください。差があるなこれ。灰塚入りなんですね。そうですね。選択ガチャ券で取ってきて、無理やり解放しました。ちなみに私に関しては、3人不確定ですか、金徳。そうですね、ここがどう出るかだね。彼女の編成、いや、ちょっと面白い戦いが見れそうだね。で、これはチームランクじゃない、選手ランク対決でいいんだよね。いいですよ。おっしゃ、じゃあ行きましょう。その方勝てそう。それだったら勝てそう。じゃあ、セクションごとに止まって待つっていう感じでいきましょう。はーい、お願いします。行きます。罰ゲームは何を、どう今回は。どうするどうする。 PR ガチャ券10万で気にしましょう。そんな持ってない。あ、本当ですか。いや、もう SR ガチャ券一発でいいんじゃないですか。いやいや、ちょっとそれは早いかなって感じです。 PR ガチャ券ちょ120万ぐらいあるんで今。それ10枚ぐらいやったら、キャリューさんが負けたら俺が代わりに引きますよ。何をですか。何券で。 SR ガチャ券。ダメ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 。いや俺のアカウントで。ああ、いいっす。で、負けに行きます。負けに行きますわ。カズキだよ。頼みますよ。いや、任せて。カズさんが負けたらカズさんが普通にエサルガチャ券。はいはい。カズさん、プサンガチャ券持ってますか。持ってるよ、2枚。そちらは今回はまだ早い、まだ早い、まだ早い。 YouTuber 大人の事情ございますからございますから。かわいいでちゅうね。そうですね、リアルに間違えましたね、今ね。いや、最初結構肝心だからね。キャリュー TV さん、いい調子じゃないですか。確かそんな感じで前回もランスロットのなんか模写かなんかで見せてましたよね、なんかね。なんかありましたね。なんかやったね。やりましたね。前回なんか模写対決でしたね。うん。やらかしましたね。うん。キャリュー TV さん、このチャンネル来て勝ったことありましたっけ。滋賀の4タックとか言って、あ、ミストさんに持ってかれました。全部負けてますね、今のところ。喋ってるとね、自分が何をやってるのかよく分かんなくなる時ありますね。一回タックマッチかなんかで、ね、あ、そうですね、ありましたね。カズエンド&ミスト VS キャリュー&トクでやって、はいはい、あの時も惨敗しましたね。勝てないですね、マジで。いいね。いや、今日はぜひいいサクセスをね、更新を目指して、今日わざわざサクセスするためにはるばる3時間ぐらいかけてこちら来ましたから、頑張って気合入れてやっていきたいと思います。でもお互い更新のチャンスがあるっていうね。そうですね、ちゃんとできるのがちょっといいね。SS8 でも更新ですか。全然更新です。更新ですか。7でも更新。7でも更新ですか、うん、まだまだ伸びしろありますね。あるある。伸びしろ伸びしろ伸びしろ。夢しろ。そっち来るか。夢しろ。ちょっとわかんない、このパターンわかんないですけど。伸びしろですね。もう完全そこでしょ。誰ですか。誰って言ってる時点でもう伸びしろですね。時代は変わってますね。全然変わってない。ついてきてないんだよ。あ、本当ですか。ついてきてないんだよ。そう、お勉強しないとね、ダメですね。頼む。さあ、難しいところ。肩。3人は大きいかなと。彼女を後ほどにします。さすが。これでいいのかな。さあ、上を選ぶ。もう、私も今は上を。選びます。まあもう 100% なんで、評価も上がるしね。そうですね、今際どい感じでした。で、今の5でいった気がする。いきましたかね。あ、いってますねとか。この画面で既に感じている。いってない。いってないですね。全然15ぐらい足んないんじゃない。15ぐらい足んないんじゃないかと。これでいったと思いますよ。いきましたかね。これでいってないでやってほしいですけどね。あ、行きましたね。これ、ここで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 行きましたね。低めの打撃を教えてもらった時に行きましたね。誰誰なんですかね。あ、行ってました。行ってましたね。行ってましたね。こんな話盛り上がると思わなかったですね。趣味も踏みたいけどな。
りあえず。今残り何ターンですか？4ターン。おお、サクサクしてますね俺。うん。でも一緒、3ターンだ。オッケー。監督。でもねちょっとね、まんまかな。ペース的には良くはないっす。考えちゃいますからね。うん。いい調子じゃないですか。まあ悩まずになんとかって感じですね。結構最近言霊余らすことが多くて、言霊余らすことが多くて、そこをなんとかしなきゃいけないかなって思ってるんですけどね。さあもう一度、あの本当に2回目そう、押せてなかった。2回目、3回目、これはもう全然しですね。ギャルティビー、ギャルティビーセクション1中だよ。エブリデイエブリデイセクションこれ。そんな感じで早い。ナイス948点。そうですね。私も残り1ターンでございます。もう少々お待ちください。キャリューさんはそれはそれ、これはこれにパルスが2つ。あ、いいな。よく見てますね。そうですね、パルスばっかりでした、ね、一流2枚なのよ。あ、さあセコン終わりました。私は1102点でございます。900、まあここに関してはまだそんなにね気にするとこじゃないですね。じゃあ行きましょう、セクミです。まあ、マックスパートリックお互いになりますからね。ね。4月1週以降の歴史とともにどうなるかっすよ。うん。今まだクロトモネが来るんで。そうですね。体力再生値上げとけばまだ大丈夫ですね。大体そんなちょうど。すいません。新春参戦でしょ。懐かしい。懐かしい。やられましたね。完全にやられました。新春参戦でしょ。今のは灰塚の補給依存にしっかりケアですね。ケアしてると素晴らしい。ラブパナイス、いいですね。そうですね、野球これで評価上がりますからね。あ、そうですね、早めがいいですね。さあどうですか、ここまでの来たここまでのサクセスどうですか。これが成功すればいい感じですね。オーケー8巻も突破。成功しましたね。ギャリュー TV、 ギャリュー TV 成功しまして、乗っていく、いい波乗っていく。さあ、ここも踏みたいな。そうですね、パルティードですね、パルティーや。さあ、ここから野球の評価と監督で、ちょっと指揮とも悩みますけどね。総力踏めるんで、あ、いいですね、いいことだ。まあ敵を知り、己を知る。この先はバカな。さあ、で、あ、やる気下がってるんで欲しいで。やる気曲げながら体力持ってきます。あんまりよろしくないな。タック踏めてます？タック踏めてないよ。全然俺も絡まないんですけど、うん、まあでもいいんじゃないですか。まだね、長い目で見たときに、まあ徐々にですかね、はい、言霊をもらえてれば。うーん、監督もいない、月給ゲージも上げれてない、そっちの方がきついよね。それ一番きついですね。彼女にはなったの？彼女になってくんないんですよ。見極められてます。もうちょっとです。今落としてます。口説き中ね。毎週行ってます。どこ行くんですか？やっぱりカラオケボックス。さすが歌好きなんだよ。おーっと、この状況できました。まずい。おー、成功していく。さすが、成功大事だね。これ大きいですね。大きい。200ポイントちょっと1個ずつ。さっき歌はどうですか？いやー、 YouTube ね、結構急がきた。うわ監督の評価は大事ですね。これ監督評価いくんでしょうか。いや、監督じゃないでしょ。すいません。うわ、サイガとの4タック懐かしい。これもうこれは75なんで、もう30ポイント。あ、30ですかね。もう使うしかないですね。不調いますよね。不調いますから、そうですね、これで使っていきます。うわ、これ3000でいく？いきそうじゃない？うわ、3000だ。いや、行きました。普通だった。まあ、3000の3000。あるわ。はい、ありがとうございます。あります。3000点入っていきます。ありがとうございます。
よしよしよし、すげえ、いいですね。ここで3000の差ついちゃう。持ってる YouTuber 違いますね。持ってるかな、持ってるかな。さすが、入ります。77か、7をひねり出していきます。すげえ楽しそうにやってるなマジ。いやそんなことないですよ、そんなことないです。1、1か、ちょっと、1、1、1、考えてください。15、まあ、15は技術は捨ててもいいか、うん、まあ、1ぐらいいっか、うん、サービス1サービス、いただきます。3000点入ります。経験でいただきます。3000点入ります。登っていきます。うわー羨ましい。おじいちゃん上や、ごめん、なんでもないです、なんでもないです。失敗しました、失敗しました。オッケーオッケーオッケー、失敗入ります。失敗しましたね。あ、これどうするかな、彼女いないんだよな。クリスマス体力回復ないかもしれないんでちょっとあれですけど、さあどんどん技術ポイントが溢れます。これでも技術持ってるんで合わせます。ちょっと指揮の評価気になりますね。いや行ってます。あ、大丈夫ですね、行ってます。全然行ってます、行ってます。次ここなんですけど、コツつぶしですね。いいな、楽しそうにやってるな。、うん、全部取っちゃえばいいんじゃないですか。いや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 、臨床とか使えないんで、その能力値に振っていきます。いきます。これ結構いいですね、いいペースですね。結構どころじゃないですね、いっぱいいいでしょ。勝ったようなもんじゃないですか。勝ちましたね。ちょっとあとはもう己との戦いに入りました。セクションに残り7ターンですでに勝ち入ります。勝ち棒したぞっつって。何がでかいってやっぱり千枚だからでかいよね。あ、そうですね、確かに、うん、確かに更新できると思って嫌気が止まらないですね。いや時代は四季ですよ、時代は四季。そうですね、あ、今間違えてこったな。一緒に思う。さあ告白が来ない、はい、ぼっちですね。これはもうかなり流れ変わりましたね。まあ言うて大丈夫でしょう。これにします。セクション2の最高経験点が7000点ちょっとなんですよ。まあ今回ね更新できれば嬉しいんですけど、まあ無理でしょうね。6000点かな、6000点だったかな、2000点ぐらいですね、過去最高。今回更新狙っていきたいと思います。過去最高4000点ちょっと分からん。多分ね、多分5000点、7000点だった気がするんですよね、確か。盛り方えぐくないですか。確かに。ほらしか吹いてない。ほらしか吹いてないですね。恥ずかしくなってくるな。過去最高、7000点なんですよね。から始まって、4000点かな。4000点かな。T シャツなんて書いてあるの、スクールなんですか。絶対書かれますよ。絶対下のところに書かれますよ。スクールオブロック。絶対書かれる。フェス。フェス。おー、食事。あー、大凶引いてほしかったですけどね。理想は。監督も。アスパラガス。アスパラガス。アスパルゴスと。なんですかそれ。また俺のわからないとこ行っちゃいましたけど。また時代遅れてるんですか。全然わかんないですね。最近今何が流行ってるんですか。え、ここ監督行かないですか。行かないですね。打撃と走塁とメンタルのレベル上げたいんで。ああ、言ってましたね。打走面ですね、キャリアの法則で。監督の評価はその各例えば1月1週目に100とかそういったラインをこう意識してて、そこをしっかり超えていれば監督は追わないですね。無理でもこういう時は追いますけど、もう134あるんで俺は間に合うと思うんで監督は追わないです。でも監督からもらえる言霊で、もちろんもちろん、ね、展開はもちろんですよ。それについてはちょっと待ってください、そっとしておく。追いかけるね。めっちゃ悪ですね、今考えてた。まあでも俺は監督追わないですね。追わない。まあ人によるんじゃないですか。多分これは俺も間違ってるって思われるかもしれないですけど。下だっけ。下上やん。上やないか。
上でやっていきましょう。女好きだね。あー監督ですね。でも脱走面で言うとまあダもありですけど燃やせないんで。でも逆境ゲージも15上げられるが俺は監督を追います。うわやばい、俺全然経験点出てない。終わりました。いや責任終わったのよ。3300点。ああでもキャリューがさっき3000点練習してたそれだよ。俺が300点、俺が300点しかなければ。そんなことないでしょすいません。キャリューさんあれから全部感想に持ってってるんだよ、ね、いいやつだいいやつ。そうおっとこれでなるとちっちゃくでもね回っていきます、うん、大事。監督評価結構あるんで、うん、だって好きなように踏んできても。よし5000点くらいいってるでしょ。多分いってるかなと思うんですけどね、うん、そうですね。どうでしょうね。サーセクションくれ5600。まあぼちぼち。うわー2300点差離れてる。これはこれは大きいですね。頑張りましょう。セクさんです、お願いします。セクさん頼みますよ。まあ、してください。戦いですか。何ですか、何ですか。戦いですから。戦いですかね。頑張ります。さっきのどうですかね。ダブルタック踏んだ方が良かったですかね。踏んでます。俺悩むますね、あれね。結構悩んじゃいますね。12、一貫してないんですよね。監督に行くタイミングと行かないタイミングが。あ、本当ですか。なるほどなるほど。結構分かれそうですね。いやキャリーさん合ってないですね。合ってないですか。ダブルタック行ってました。逆境のために。キャリーさんと一回ね、口喧嘩してみたいですね。ほんとに。ああ、いいっすね。すっげえ負けず嫌いだからさ。絶対負けたくない。で俺合ってるって言われなかったらちょっと不安ですね。まあ頑張ります。頑張ります。頑張ります。まあ、後々練習レベル聞いてくると思うんで。後々。ですね。いや、実際大事ですよ。オッケーオッケー。耳の穴が痒かったとき、撮ってるとき、どうしてます。耳の穴が痒いとき猛烈に今痒いんですけどそのときはポジポジします。いや、足の親指に力入れるとその痒みがなくなる。そうですか。へー、足の親指に力入れるんですか。はい、ダメですねまあ、初心を忘れずにこれからも頑張っていきます。はい、はい、さあ、あれ、あ、そっか、もう仕掛けちゃいましょう。あ、意外性取ったっけな。取ってません、ね、取ってますね、取ってます、取ってます。でも、ポイント配分的に評価もいってるし、逆ゲージが、ね、監督失敗で5上がったり、10上がったりする、それすごい美味しいじゃないですか。まあ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 、まあ確かに。どうですか。ありですね。キャリーですね。キャリーですね。15、20、25。あ、オッケーオッケーオッケー。今の15、25というのは、怪我で15で、あとイベで、10上がる、25上がると。そういうことですね。そうです、そうです、そうです。解説お願いします。すいません、すいません、すいません。ここですね。OK、4回目、3回目ですね。ここからちょっと意識していきたいですね。おお、これも強いな。理論上こっちですけど、こっちですけど、普通あるんで筋力を追いたいかなと思います。さあ頼む、こい。あ、なんだっけな、なんかついてた。さあもうそろそろ、すいません。じゃあこれでカズさんの巻き返しが欲しいですね。カズさん見どころ欲しいですね。全然巻き返せないよこれ。どうしよう、動画映えないですよね。動画映えないんで、いきなりあんな3000点出して。そうだよ、なんか空気もうちょっと読めるのかなと思ったんだけどないきなりね、ああいう暴力でポポンと3000点出して。いや本当に日頃の行いが形に結びついたなと思いますよ。本当によくやってます。ヒートアップしていきます。
ヒートアップ入ります。入ります。かなり入ります。でかいですね。難しいな。デートはいつ頃？もうやりたいんですけどね。ここも結構強いんで踏まざるを得ないって感じですかね。ビジョンポイントは、おういパルス持ってますから、無敵のパルスが大丈夫です。さあ次が総力ですね。依存上げておきたいところですね。まあ、60でいきたいと思います。これはこっちですね。そうですね。1燃やしたいですけど、敵尻のみ。いやそれきついな。あでも敵尻2個あるんで知っていきます。敵尻でダブルタック燃やしていきます。よっしゃ燃えていきます。燃えます。でかいっすね今の。でも大きいっすね。3400点入ってますもんね。うん。さあここはあえて失敗を狙いに、まあ、ミートパーどうしようかどうしようかOK。 さあかんでここからデートですね。デートで繋いでいきます。ラッキーボイ通しとこ。あ、今怪我しました。お、よく聞こえましたね。戦いなんで広げとかね。ちょっとリードですね。彼女デートこれ1回目なんで、ちょっとセクション3であと2回ぐらいは踏めたいですね。こういう、うん、ああ監督が打撃にいるのか。監督が打撃にいるときはちょっと追いたいですね。追います。でも評価待ってください。精神がやばかったですね。ちょっと上げます。まあとりあえずで来い。監督一のみ。いやあのデート足りないんでデートにします。今はデートにして4月1週目 DVD で言霊余らせがちしません？言霊余るったり結構多くないですか？ありますよね結構ね。持っといて燃やさなかったみたいな。ありますね。あれもったいないですよね。まあ15は燃やしといてもいいのかな。96先。先俺あれ使わず遊んで。そうですね、それも96待機。結構言霊余ってるんですよね今。まあ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 遊びます。ムードと閉殺三振取りに行きます。ムードも。そうですね、ムードも取ります。三振これで90ですね。おー強い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 。いやーこねーで燃やしますね。これで4回目で4回目ですね。パワーヒー。え、まだ4回目ですか？まだ4回目なんですよ。ここからちょっと燃やすことを意識していかないとまずですね。もう5じゃないですか？もう4回目です。4回目。え、もう6回目じゃないですか寝てました寝てました。ケル TV さんって面白いですね。いや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 、もう悩んでますよ僕だいぶ悩んでますよ。面白いですよ本当に。ケル TV さんは本当に面白いですよ。ケル TV さん。さあ私はセクさんが終わりましたよ。お待って、セクション、あ、ちょっと待ってくださいね。うわ、でもセクさんの残り1ターンで最近一緒に読む1回目。他は走ってるんですか？他は走ってる。でも全然経験点が出てない。あらら、5600点。ちょっと渋いですね。これはだいぶ渋い。キャリューのセクニーと一緒だもん渋いですね。まあでもまあそうそうそう、あと1本引けば
これで間に合えばとりあえず。俺の場合打撃5枚いるのにもかかわらず全然来ないからね。いや本当よく踏みやすいよね。あ確かに。ハックは踏みやすいデッキですよね。自分より。そう。意識ですもんね。さあ、ションさん。お、スイープチャンス。スイープチャーン。最近失敗が多いからね。お、チャーン。チャンスを掴んでいく。かなりでかい。ゴリゴリに。お、おー、敏捷ですね。ここは走塁を追います。とりあえず、これで。ってことは、セクション3は間もなく終焉。で、これで。ご使用お待ちください。監督評価189ですね。まあ、普通にやってれば間に合うかなという感じ。あと1回踏みたいですね、監督。はい。まあ、でも、走塁のが大事ですね。また敵地でいっちゃうんじゃないですか、これ。いやー、安いな。安いな、これ。監督踏みます、ここは。で、天才ないんで、覚醒はないんで、もう101にまで上げちゃいます。90。とりあえずこれで。はい。で、ポイントが羨ましい。いや、美味しいですね。溜まってますね。これでもう監督も選ばなくても良さそうですね。あ、もう一回、あと5回練習ですね。5回練習か。うん。おー、出てる。お悪くない。よっ。よっ。さあ、行きましょう。よし。ラストセクション。頼む、マジ来てくれ。練習し続けるか監督一回踏みたいですね。あ、これだ。おー。これか。いい。敵知りだ。まさに敵知り場面ですね。走ってますね。強っ。なんでこんな点数出るの。ほんとっすね。強いですね。もう伸びちゃうしかないんじゃないですか。もうバンバン取ってきますね、これね。だって800、900点ぐらい入りますよ、技術ポイント。溢れちゃいますね、これね。どうしようかな。まだ伸びてないですよね。伸びてない打球。あ、伸びてないです。あ、そうですね。ありがとうございます。まあ、それも取っちゃって良さそうですね。やっぱ臨床、臨床ポイント足らなくなっちゃってるじゃないですか。あ、伸びれなくなっちゃいましたね。伸びれなくなっちゃった。パワーも結構ありますね。今、タラちゃんみたいになった。ありますね。パワーもありますね。結構悩むな、うん、悩みタイム入ります。ごめんなさい。もう俺全然悩まないからどんどん進むんだけど。これも取るだろう。来い、うん、走ると予想してここまでと。はい、これなんだよな、これ。これがサクセスなんだよな、これ。150点よ。そして敵尻が帰ってきましたね。与えて帰ってきましたね。よ。なるほど。あ、これでそうですね。監督評価も全部大丈夫ですよね。あ、ダブルタック。こっからはもう、まあでも敵尻使います。尻は使います。もう全部取れるもの取って感じですね、これもね。でももう欲しいの敏捷ポイントじゃないですか。そうです、そうです。まあ、ここからはもう結構これラストに割り切りたいなみたいな。うん、まあ彼女のデートも優先的にやっていきたいですね。敏捷ないもんな。敏捷ない事件が発生しましたね。もう初球潰します。コツもらえますけどね。初球潰しちゃいます。ミートもう一個上げちゃっていいんじゃないですか。そうですね、上げてもさそう。うーん、めちゃめちゃいい状況ですね。
あと敏捷入ったら消していくっていう感じになりそうですね。うん、まあこの辺そうですね。これでもうあともう技術はここから溢れますタイムですね。そうですね。うん、難しくなってきましたねここから。ね、今は使わなくてよかったじゃないですかね敵士。いや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 、まあ精神も入りますし、全然全然。あとマックスパードリンクありますか。攻めの営業、攻めの営業。さ、言うやらせたくなるねこの練習、踏ませたくなるね。もうダメですよ。もうずっとねデートに。デートしましょう。いや、これは近づけときます。だって歴史待機でいいんじゃないですか。歴史か。ない。ない。あ、行っちゃいました。ということは6月1週目逆境ゲージ20もらえないですね。そうですね。で結構5回。ギリギリなんじゃない。そうですね。ここから。まあ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 、まあ。じゃあ走塁練習で。行きます。ここから敏捷ですね、敏捷ですね。言葉的に7回厳しそうですね。無理です、ね、大丈夫です、大丈夫です。怪我狙いとかじゃない。そう、そういうことですよね。デートがあるんですか、デート。焦っていきます。あ、でも大丈夫、大丈夫です、大丈夫、大丈夫です。悩むな、ここ。監督おっとくかな。敵を飲んでるのが欲しい。ちょっと欲しいですね。パッツンパッツン。あー、やべ、ダメ元。あ、でもいいですか、ダメ元2個あるから。2連チャン使って絶不調をうまく作り出せば。そうですね、この辺は2、3時に表裏が変わる感じになるかな。そうです、そうです。もしくはパルス先に使ってもらったですね。ありました今。ありました、パルスが正解でしたね。このカズさんとのトークの間にはこっちのことも意識しながらね始まらなきゃいけないですか。いやー、残念なサクセスになってる。でも今セニハラで筋力は厚かったですよ。あ、走塁か。2人絶不調だったら30。そうですね。もう試合も入っちゃっていいですか。あ、どうぞどうぞ。もう逆境ゲージのみ考えてやっていきます。考えていきます。あとデート1回ですもんね。そうですね。感想お、でかい。これは作戦通りですね。もう歴史で、おお、使っちゃった方がいいかもしれない。これもそうです。いやもうマジこれタラレバだから、もう次来ちゃう可能性もあるけど。今5回目ですよね。5回です。次で6回したら、でもここでいっとかないと。でもきついよ。69、99。いや、これはセニハラにします。俺します、セニハラにします。まだまだまだこれで1ターン足んなくなるんだよ。いや、大丈夫、大丈夫です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 。キャディが言ってるんで大丈夫です。怖くなってきたら大丈夫です。足りますね。大丈夫です、大丈夫です。4月1週目までに入れば大丈夫です。そうですね。6回目大丈夫、大丈夫、大丈夫、絶対大丈夫。デートできねえ。デートか。デートしますね。デート入ります。まあデートですね。デート練習レベルは全部3、打撃、ソウルメンタル3なんで結構いい、いいかなって思ってます。
人玉はなんか余りそうじゃないですか。成功です。おお、いいっすね。全部かなりですね。えなりかなりですね。お余り切り返せるのすごいな。切り返せるのがすごい。パルスとダメ元を組み合わせて、あとははっきり言ってレキシーナ残して祖先ですね。また難しいですけど。いや、残りタンス的にパルスとか使わなくていいんじゃないですか。使えなそうですね。使えなそうですね。もう普通に普通に普通にあの最後増長もらって、であと歴史合わせて、でイベントで銃下げられたものを使えば100。うーん、余らせて使わないようにしたいんですけどね。歴史をあの言霊を無理なんですけどね。どうしてもやっぱ捨ての言霊って出ちゃいますかね。うーん、難しい。やっぱね、捨て駒は必要なんですよいらないの出てきますよね。ダメで、もともとあんなにいただたってね、もともと使えないんでね、ダメだなって思いますよね。いいよナルトがね、教えてくれましたよ、捨て駒は必要だと。お前にとっての捨て駒は何だ。それは一体何だ俺分かんないんですけど、その話、その話全く分かんないんですけど何度しか言えない、何度しか言えない。あ、渋い、渋いな。でも敏捷な気がするんですよね。あ、でも無精神も必要になるんで、これにしましょうかね。安倍彦、まあ安倍彦もどうせ直か。まあ走塁で。さあ、ここから7回目ですね。もう俺俺かも使ってもいいですか。そう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 。うわ、最高じゃん。なかなか逆球ゲージがきついですね。一番槍は絶対使わなきゃいけないし、俺たちとこも使わなきゃいけないでしょ。増長でしょ。俺たちは使いましたね。あ、ごめんなさい。一番槍と増長、増長、歴史、うん、歴史つ、あともう一つ敵を知りぐらいですかね。うん、敵を知りだな。この4つは組み合わせていきたい。こうなってくると今度精神が足んなくなってきましたね。いやー、ちょっと羨ましいな。でも多分1万3000点4000点ぐらいじゃないですか、うん、今のところ。もう一回ビッグバンク来ないと。そうですね、打撃でもいいんで、メンタル壊してくれれば。もう取った方がいいじゃないですか。もう取った方がいいじゃないですか。ダンサーリングパフォーマー入りをお願いします。じゃあ、合いの手お願いします。Come on baby America あ、食べた打てねちゃんと画面切れたいんですけど画面端に行きたいんですけど、ね、いや大やけどした今の。そんな中で更新かかってて、で逆境7回やらなきゃいけないし、いや非常に難しい。今のさすがっすよ。パフォーマーいるよっていう振りがね、別に俺を踊らせるためのあれではなくね、ただ自分で歌いたい方に持っていくだけの美味しいやですもんね。あれあれ俺の捉え方違ったみたいですね。よしよし。ちなみに、はい、教えておいてあげます。式の評価マックスじゃないです、はい、大事ですね、そういうの非常に。喋りながらマジで、あのサッカー、そうサクセス全部俺後付け実況なんですよ。おお、じゃないと分かんないんですよ、やってること。
おえぐいなこれ。EXILE？ えぐい。何歌うんですか？ EXILE？ Song for you とか真面目な路線。いや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 、カズさんはやってくんないから俺こうやってもダメかな。厳しそうだな。アルスとかでも、あー違う、ダメ元でもよかったかな。四季の評価足りてないんですよね。多分足りてないですよ。そしたら四季とデートからで体力回復もありですね。あーキャドイ、行ってる？行ってない？行ってないですね。一回デートしますか。でも練習分どいた方がいいかな。怪我してくれればなおさらいいんだよ。あ、でも待ってください。あ、そうですね、そういないですね。あ、じゃあデートで。この画面出ると一瞬焦りますね。マジかみたいな。マックスハードリンクもあるから。いやでも体力削られたら怖いですね。50で持っていけないですよ。カラオケ公園、遊園地、遊園地、遊園地行きます。あ、OK ですね。ミッションは入ったし、おいしいですね。結局10。あ、いけそうですね、なんとか。そして臨床また稼ぐ。そうですね、1足りないですけどね。あ、これでいいんだ。若いうち増長、増処理で、その次練習してちょりちょりロンロン、ちょりちょりロンロン、ちょり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 ピッショちょりっす。でけえな。で次、まあ歴史なんか打ちながらパワードリンクで回復しつつって感じですね。こうやって喋ってる間にカズさんがちょこちょこニヤニヤしていい経験で出してるの知ってます？え、そうなんですか。タックの音一回もしなかったですけど。タック踏めてます。それ聞けてないのに。え、出てます、経験点。大技巧タック。え、俺より使われます。え、やりました、そんなこと。キャミさん、集中した方がいいですよ、ラスト。ちょこちょこニヤニヤしましたね、カズさん。あ、トクさんは、カズさんがちょこちょこしてる、ちょこちょこカズさんがニヤニヤしてるとこ見て、分かったんですか。ここまで見えてるんですね。3000点1回引いたってことですね。わかりました、お返しします。現場からは以上です。マジか。全力がけ攻撃に入ります。甲子園28違いますね。第2球グラフも違う、違いますね。よくわかんないんです。ちょっとこれまずいな。同点で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打ったこれは強烈、いった、マチェット。全力がけリードで迎える8回です。今日3打席、指輪のフォークとカーブちょっと、ね、出しゃばるとたまに打ち損じますよね、たまに。いやにしても4タックマジカモンですね。ん、うーん、そうですね、打撃1回欲しいですね。そうでも2タック起きませんね。歩っちゃいましょう。ああ、そうですね。パルシーセン、ん、パルシス、パルシス。あ、これ、はい、これこっちにします。精神にします。技術足りてるような気がするんだよな。やめておきます、踏みます。ん、あー、やっぱ筋力あるしな。なんかメンタルでもいいかなって思っちゃうんですよ、今。俺メンタルでいいかなって思っちゃうんですよ。うんって言いましたよね、一回。完全に流された。完全に流されましたね、今俺。ええってなりました、今。カズさんの経験点ちょっと焦って経験点出さなきゃみたいになったんですよね、今。忘れましたね、そういうとこっすよ、やっぱり。動揺したな、俺もちょっとニヤニヤして嘘つこうかな。バレてるんですよね。今の内角低めをこうダーンって今勝ち上げたところ、うまくないですか、バッティング。びっくりっすよ、気持ちいいっすよね。はい、これ結構ファール、でもファールなりがちじゃないですか、なりがちなりがち。そうですよね、難しい。ハワイ飛距離くん結構難しかったですね。リアルスピードでチェンジアップとか
打ってホームランにするやつ覚えてます。恐ろしかったそれあれ大変ですね。今のところ2本ホームラン打ってるんですけど結構ギリギリ勝てる、勝てますね。聞いてるのと、でももう全部入ってますよ。タク踏めてないですよね。よく知ってる本当はカツさんタク踏んでますよ。どうなんだろう、踏んでたらまず喜んでる。そうですね、やっちゃった。全力学園リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁の場面、井桁今日6打点を挙げています。第2球投げました、完全に外れたパピオン、パピオン。第3球、おー今釣られたよ今危なかったですね。まあ、ここはもう多分さすがに負けないと思うんで適当に。そうそうストレートが通ったらね。そうそう、あれこそ、うん、やられました。さあこれラスト最後ですね。何が正しいんだろう、何が正解なんだろうか。ダメ元使ってる。いや危ない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 大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。もうびっくりした今、え、ダメ元ってって。これで最後ですね。足りないのが何かですね。え、でもキャリー更新すんじゃないこれ。どうですかね、今見てもいいですか、経験で、うん、いいですか、うん、いやー更新ないかな。更新2000ぐらい乗っかるでしょ。そうですね、精神欲しい。そうなんですよ、精神って欲しいんですよ。ただ総力とかも言うてあげてないんですよまだね。肩も C ぐらいまで上げると思いますから、まずやっておきます。それでも足りないですよね多分。チャンス、うん、精神は20万、あ、阿部比かで、阿部比はいらないか。阿部、あの、こっち、いや、こっち取っちゃっていいよな、直。ちょっと待ってください、広角も取れないから、もう広角も取れないから、うん、これ結構メンタル不足ですね、多分ね。うん、うん、確かにこれはもう精神点にってなると、今まで取ったコツちょっとミスですね。この辺とか取っといた方が良かったですね。いや本当っすよ、競争心とか。競争心取ったの、取っちゃいました。びっくりしました。それはびっくりだ。もうこれは総力ブーストも言っとかないとあれ14らしい、さて低いっす、うん、絶対取んないよ、やめときましょうあまあでも、うん、そしたら打撃 で、うん、でパワーヒトって次プルヒトってで次また広角取ればいいんじゃない。広角で綺麗に消えるから綺麗に消えるからでこれで終わりですね。ファイブ、いや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 、競争心ね、やらかし競争心ですけど、おっと思いましたよ。思いました、でも言わなかったですね。そこで、いやでもキャリーさんのプライドもあるじゃないですか。まああんまちゃちゃ入れてくんじゃねえよ。プライド傷つけるのはもう一番最後でいいからね。もうこっちも気使って、うん、面白いな。やってあげてるんですよ。ささやき、ああ競争心。請求書どこに送ればいいんだっけ？請求書の家、家で家で。いやせ、そして最後の試合いきましょう。精神やったな、精神やったな、やってましたね。上り調子も取ってましたね。あの最後の2タップっすよ、上り調子、強制心。まあまあまあ、そういうのがあってね、ちょっと成長しますからね。毎回いい作戦できないですね。次に繋げてもらえればこういうことで強制さん燃えるとびっすよ誰目線ですかこういうのやってるとパワーちゃん勝てないですからね。まずいな。正直セクション3まではどうやってたんですか。どうやってたんですけど、スタートしましたフォークがもう強いなメラも焦ってきましたね今ね。セクション2、3あたりに
そんな下で構えるんだこれ。今スプリットだと思います。入った入った。ああ、そういうことか。コース的にスプリットだと思って、あ、どこ球だって戻しましたよ。今ちょっと焦りました。そうですよね。焦りました。だいぶ下で構えて、小玉、もうドンピシャで捉えてますよね。それは得意なんですよ。なんかベタつくとか、ね、粘っこくとか。危ない。ベタつく、粘っこく。粘っこく。はい。べちょべちょとか。絶妙な合わせ方ね。そうですね、絶妙な合わせ方です。キャリーのパソコン使ってもすげえベタついてる。いやそんなことないですよ。サラサラですよ。乳液塗ってますか、乳液。この下りやるみたいな。乳液の下りやるみたいな。なんとか最後は4本ホームランで終わりました。危なかった。地味にスプリットを打ちましたね。そうですね、いいバッティング相当うまかったです。ナイスバッティング。いや、男のなんか6本バットついてみたいでしたね。いや、間違いないですね。よかったよかった。さあ、この評価はマックスぐらい。鈴木。わかります。わかります。あれ、大食いの知らないですか、マックス。あれ、めっちゃ俺、あの大食いの YouTube 結構見るんで。マックス鈴木さんだけです。はい、マックス鈴木さん見ながら、イメージしながら、ケンタッキーの大食いチャレンジ、この前、やってきました。45分17本。さあ、経験点が。負けるなと。1万5000。低いっすね。いや、俺、今これからですけど。さあ負けるな。12,698。多分勝った。いや、これで勝てなかったら相当そう。振り分けちょっとこっち使いたいですね。自分のパソコン使って。何ですか？シミュレーター？はい、データ使って。ガチっすね。ガチっすね。毎回そうです。じゃあ一回カット入ります。すいません。さあ戻ってまいりました。はい。さあ。確定をしてください。育成完了。いけ。いやー、ちょっと渋かったなぁ。私は SS4 で。いけた。いけた。惜しかったね。いけちゃん。惜しかったですね。いや、ミスなく終わったんですけどね。残念でした。さっきと言ってること違うじゃん。ミスなくいけたんですけどね。ちなみに私は補給101まで持っていくことができませんでした。いや、あるあるっすよね。うん、まあしょうがないね。筋トレはね、全部成功したんだけどね。じゃあチャンス20丸とか欲しかったですね。でも競争心取らなかったらチャンス20丸取れたんじゃない？いや、取れないですね。経験点、チャンス20丸の方が精神使うんで取れないです。大丈夫です。ミスありません、はい、で、チームランクどこぐらいまで上がったんですか？最後そこまで見せてください。作った選手誰でしたっけ？ここじゃない、ごめんなさい。作った選手200ぐらい上がんじゃない？2塁でしたっけ？左上だ、左上。あー、そしたらこう、まあ、いや、とりあえずこれで書いてください。左上更新しといて、サクセス措置であんな200ぐらい更新してんじゃん。 SS9 に向けてこんなクール、俺当たり前ですみたいな感じでやってるけど、一番強い選手作ってるから一番強い選手作ってるから。あ、そうかそうか。あ、そうか、一番上のメモリでしたもんね。そうだよ、左上ですよ。俺、左上ってよくわかんないですよね、あれ。マイチームの左の上なの。ここの左上。あ、こことか。選手能力が一番高い。あー。左上だ。一番強いです。一番強いの作ってるんですよ。その、ね、高揚感、ちょっと最後に。いや、本当に、YouTube の方も頑張ってきますし、パワープロもちょっと頑張ってきますんで、これから。よろしくお願いします。軽い宣伝じゃねえか。分かんなかった。最後の番宣みたいな。はい、ということで、まあ、キャリーさんの勝ちということで、まあ、何かしらの目がついるのでやりたいなと思います。じゃあそれはまたちょっと考案して別動画でいいですか、うん、まあ、キャリーさんのチャンネルでいいよ。ちょっと私がね、企画、一企画持ってきたんで。わかりました、じゃあそれやりましょう。はい、じゃあその話でまた動画でいたしましょう。あ